文化財保存修復歴史遺産コースの中隆弘と申します。京都をはじめもう世界中にいろんな文化財っていうのがあります。でこの文化財を保存修復する、その考え方や技術を身につけて、実践していく、これを学ぶコースであります。で中頃で歴史遺産っていうについてるんですけれどもね、文化財が歴史の中でどういう文化的背景の下で生まれてきたかっていうのをこう理解しながら文化財の保存修復をしていく、こういったことを学んでいくコースです。まず京都のさまざまな文化財を訪ねるというところから始めます。文化遺産文化財を実地に訪ねて、でそこでどのような特徴があるのか、そこから1000年前の人がこんな素晴らしいものを作ったのかっていう、感動する心を養いながら、京都の文化財そのものが教材という形で、フィールドワークに出かけていって、文化財のことを良くする、でそれを通して京都の歴史遺産について考えていく、そういうようなことをして、これからコースで学んでいく基礎を身につけると、こういったことを行います。2年生になりますといよいよ実際に文化財を保存修復するための技術について実践的な演習を通じて学んでいきます。対象となる文化財というのは結構たくさんありまして、小さいものでしたらこの昔の人が和紙に書いた手紙であったり、それから工芸品であったり絵画であったり、日本の絵画というのは紙に書かれているわけですから、それを想定してあるわけですね。屏風に仕立てであったり掛け軸に仕立てであったり、でそういったものの実物を観察しながら実際にそれを作ってみたり、あるいは破損しているところをこう修復したりする、そういう演習を実践的にしていきます。で 1,2 年のうちにそのいろんなこうジャンルに触れて、で3年生以降はですね、その中で自分が最もこう関心のある領域分野、その分野ごとに分かれて、より実践的な講義や演習で力を身につけていきます。で3年生の授業で特徴的なのはですね、いわゆる社会実装プログラムということを行っていまして、例えば、ある博物館、そういったところと提携をいたしまして、いろんな修復計画をみんなで立案して、もちろん専門家の指導を得ながら、学生自身で立案をして、それで、大体半年かけて修理をする。で修理が終わりましたら、その特徴を報告書やパネルに仕上げまして、それでお借りした博物館資料館にお戻しして、で向こうの方で展覧会をしてもらう、つまり学んだ成果を社会に還元する、そして活用していくという、こういった実践的な学びを各領域で行って、そんな形で社会貢献在学中からすると、でそういう経験を踏まえて、だんだん自分もじゃあ将来卒業したらどういう仕事に就こうかなっていうのを考えていくと、そういったプログラムが3年生の大きな特徴ですね。4年生になりますと、1年2年3年で段階的にこう専門知識や技術を身につけ、そしてそのこういう文化を未来に伝えることっていうのはどういう意味があるんだろうか、でそれぞれが考えて、で自分なりにその答えを出してもらう、こういった卒業研究、やっぱり芸術大学ですからね、言葉も大事ですけれどもね、物や視覚情報をそういったものを交えながら、総合的にどうやってプレゼンテーションしていったらいいのか、そういったことも身につける、そんな機会になっています。フィールドワークで分かるように今私たちが生きている社会、こういったものを見つめる目が養えるということですね。観察力、それから感性を養う、で2つ目は過去を見る目、歴史遺産、歴史の中で生み出されてきた文化遺産がこう継承されてきました。
現在を見る目だけではなくて過去から今まで続いているんだということで、ちょっと時間軸、長いスパンで物事を考えるっていう、まあ、そういう力が身につくかなというふうに思います。で、そうなってくると、じゃあ過去から現在に続いて今の社会っていうのはこんな特徴がある、じゃあ将来どうなっていくんだろうという、ここからやっぱり未来を見通す力というようなものが身についてくるんじゃないかなというふうに思います。一つはやはりこの文化財を実際にこう保存修復に携わる専門家になっていくということは一つあると思うんですね。守り伝えた人がいるからこそ現在に伝わっていて、で我々はそういうのをベースにしながら新しい芸術を生み出すことができるわけですよね。そのような文化財をしっかりと守り育てる、そのような人になっていく。でもう一つはですね、伝統文化産業と言っておりますけれども、そういった世界でまあ言ってみたら職人さん、技術者、工芸者、そういう人になっていくということですね。で3つ目は地域文化産業ですね。その観光業、それから出版業ですね、まあ、こういった歴史文化専門の出版社というのもありますよね。伝統を生かしたデザインや企画を考えるという、そういう職業についたり、本当にこう様々な職業について活躍する人がいますね。歴史こそ我々がね、そこにこういろんな知恵や工夫が込められている、まあ、先人から残された大きなプレゼント、遺産だと思うんですよね。でこの遺産を今度は我々が将来にしっかり残していくという、そういうふうな活動をこうしています。で様々なものがありますので、まあ、皆さんの関心の中にも絵が好きな人がいたり、彫刻が好きな人がいたり、お祭りが好きな人がいたり、遺跡が好きな人がいたり、いろんなことが好きな人がいると思うんですよね。まあ、一つに絞れない人もいるかもしれません。このコースではいろんな美術工芸品はじめ歴史遺産、幅広く触れることができます。こう広い間口の中からだんだんこう自分というのを分かりながら、焦点を絞っていくという、まあ、こういうカリキュラムに、ね、なってますのでね、まあ、自分自身がそういう中でしっかりと自分を見つめながら成長することができると思います。ぜひこのコースに入学して未来の人たちにいいプレゼントを一緒に残していきましょう。よろしくお願いします。